こんな時なんて言ったらいいのか。男相手だとどうもな。そう辛気臭い顔するなって。今すぐどうこうなるわけでもなし、もう少し長くバカやっていたかったって気持ちもあるが、十分楽しめたし、これで文句を言ったら罰が当たるってもんだ。そうか、お前さんは最高の兄弟だったぜ。あんたもな、兄弟。兄貴、俺世話になってばかりで、それなのに何一つ力になれなくて。そんなこと気にするなって。俺だって大したことはしてやってないし、その気があるならみんなの力になってやってくれ。もちろんだって。二人にも迷惑をかけることになるが、後のことよろしくな。お任せくださいですの。お勤めはしっかりと果たしますわ。さて、愛の告白でもしてきますか。一緒になってほしい。え、それはもしかして。そう、愛の告白。本気で君のことを好きになったんだ。でもトーマさんは姉様のことがお好きなのだとばかり。俺が好きなのはファイーナ、君だけさ。今までもこれからも、その先も、ずっと。トーマさん、私、嬉しいです。里を出たことで、多分、私もそう長くは生きられないでしょう。だから、最後の時まで、あなたと一緒にいれたら、どんなにいいだろうと思っていました。私でよければ、その時が来るまで、トーマさんのそばにいさせてください。あなたの腕の中で、あなたのぬくもりに包まれていると、それだけで幸せになるんです。残りわずかなこの命も、あなたと共に生きていくためにあるのだと思えば、決して短いものではありません。私にとって残りの時間をあなたと過ごせること以上の幸せはありませんから。あなたは私の半身、あなたがいなければ私の生きる意味はありません。心も体も私の全てはあなたのために。